日本けん玉協会。シェイ YouTube ダレビーボーイだぜ。へい、みんな元気、ダレビーボーイだぜ。ちょっとね、今日はね、俺この前ね、ちょっと久しぶりに新しいものを買っちゃって届いたんだよね。今さっき届いたばっか。じゃあじゃあ、ヨドバシカメラでから届いたよって。何からって言ったら電化製品じゃないんだよね。けん玉買っちゃったんだよね。ちょっとね、今最近アメリカ行った時、すげえみんな向こうでけん玉やってて。Yeah! けん玉! Yeah! Is it popular? けん玉? Yeah! Right now it's back popular in America again. I don't know why. Yeah, yeah. No one's got it in Japan. No one? No one. なんでこんなけん玉流行ってんだろうと思って。で、日本に帰ってきたら、原宿とか歩いてみんなけん玉やってて、最近のけん玉ねおしゃれなんだよね。で、結構こういうファッションに合うから買っちゃったんで、ちょっとオープンしちゃうよこれ。おしおし、いってみよう。うわー、日本けん玉協会の銀河ブルー、これ超欲しくて、いろんなアメリカのけん玉とかデンマークのけん玉とかいろいろあるんだけど、俺やっぱ日本のが欲しくて。日本のけん玉って海外のほどデザイン良くなかったんだけど、これはすげえデザインがいいから。どんな感じなんだろう。で、俺けん玉全然初心者だから全然上手くない。全然形からだよ。おお、大空けん玉ね。このカラーさ、銀河ブルー、どこも売り切れであんまなくて、めっちゃくちゃ探したんだよね。これ綺麗じゃない、これ玉が銀河ブルーって言って。原宿とか行くと、アメリカとかみんなこうやってね、肩とかにこうやってけん玉かけて歩いたりしてんだよね。なんかこういうのどう、ちょっと変かな。まあまあいいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。なんかバッグとかに合うかもしれないね。例えばバッグとかしょってここにけん玉とかかけたら、なんか普通じゃない？これだったら。けん玉のいいとこってさ、人と人はこう繋がりやすいんだよね。ちょっとまずここ乗っけたいよね。ああ、ダメだ。ああ、ダメだ。入るまで、ちょっと待って、やるよ。入るまで、ちょっと待って。入らねえな。ああ、ダメだ。入らない。なんで？ちなみにこれね、送料込み2000円だった。安くね、2000円だった。ああ、もう買って早々、あ、買えそうだ。海外なら5000円ぐらいするんだよ。俺、けん玉好きでさ、金消しのけん玉も集めてるぐらいだから。ダメだ。入らない。多分俺これ1回ぐらい入んやん、普通。この動画終われねえじゃねえかよ。1回は入れたいよ。趣味にするわ。新しい趣味見つけた。いいよ、下手くそでもいいけど。多分ね、まあ、都内とかで俺はけん玉とかやってたら話しかけてくれよな。みんなもけん玉買っちゃったらいいんじゃない。こういうファッションとかすげえ合うかもしんねえから、今日はそれだけの報告だよ。ピース。マジ気持ち悪いんだけど。私のバカマスクはこの前ヒップホップステーションとかいう番組アップしたから、これめちゃくちゃくだらないけど、よかったら見てあげてね。ヘタレママでした。チャンネル登録してね。 YouTube 用で大画面で、老若男女も大歓迎で、背を流れも大賛成で。 YouTube 用で大画面で、老若男女も大歓迎で、背を流れも大賛成で。